スパイダーズラジオ。はい、皆さんこんにちは、スパイダーです。どうもいかがですか。もうね、そろそろ梅雨に入るようですよ。世の中もね、ジメジメとした梅雨嫌ですけども、頑張っていきたいと思います。そうそう、昨日は6月10日ということで、私は支払い日でした。支払い日辛いね。今仕事も何もないし、困っちゃうよね、この音楽の仕事。あ、でもね、この間日曜日、先週の日曜日、配信をライブちゃんとやらせていただきましたが、皆さんありがとうございました。音とかどうでしたでしょうかね。投げ銭もいただきまして、本当に皆さんありがとうございます。ね、素晴らしい、皆さんからの心ある投げ銭、明日への活力投げ銭ということで、頑張っていきたいと思います。何を。そう、なんだろう、最近こう、なんか俺なんだか急にオートバイ、まあ、オートバイっつってもあれだよ、原付きね、原付き欲しくなってきてね。原付き歴というとね、昔は16歳の時は RX50 っていうね、ヤマハのバイクに乗ってまして、でそれが恋学坊っていうところでね、水浸しになって止まりまして、一晩中オーナイルロングね、オーナイロンで歩いて甲州街道をずっとひたすら、その当時住んでいたね、三宿っていうとこまで、三軒茶屋のね、三宿っていう方まで押してって、次の日がベスパの納車でして、その後ベスパに乗ったんだ。そうベスパ 50S アズロブルーっていうね、素晴らしい色だったよ。信号機の緑をもうちょっと天国に行ったような感じにしたような色、分かりづらいか、そんな色のバイクに乗ってまして、でもちろんヘルメットはダビラっていうね、メーカーのイギリスのヘルメットを使ったんですけど、それもね、何年か前のフリーマーケットでもうバイクなんか乗らないと思ってね、売っちゃったんだよね。その時にね乗ってたバイクが、その後ね、ベスパももうダメになっちゃって、その後乗ってたバイクがいろいろあったんだけど、全部原付き、覚えてないや。で最後にね、3年ぐらい前に買ったのはね、ズーマーっていう 50cc のオレンジ色の、なんかこう武骨な感じのバイクだったんだけど、これね、いつの間にか盗まれたんです。ずっとね、あるとこに止めといたんだけど、自分が気づくのが遅くて、気づいた時にはもうなかったんだよね。もう2年ぐらい経ってるのかな。それでまたちょっとバイク熱、バイクっていうことじゃないけどね、なんかこの欲しいなと思い出して、ホンダスーパーカブ欲しいね、ちょっとね、いろいろ探してんだけど、なかなかいいのないけど、でも買うかもしんない、買わないかもしんない。やっぱギタリストだから、転んだらほらね、アウトじゃん、指が。だからなかなかね、バイクって怖くて乗れないんだよね。まあいいバイクがあれば欲しいなと思いますけどもね。ウーバーイーツとかやっちゃったりして、そのバイクでギターの仕事ないからね。さあ、でもね、そろそろ6月ももうあれですよ、後半に近づいて、先ほどテレビ見たらね、明日6月の12日かなぐらいに、とりあえず東京アラートが解除になるみたいなことをテレビでやってましたけどね。まあでもそれによって、このステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4ってあるんですけど、我々がよくやらせてもらってるライブハウス、そこはもうステップ3以上4ですよね。もうだからそうなってくると、なかなか演奏なんかできないと、困りましたね。で早くこのね、元に戻ってもらいたいけども、またね、第2波、第3波、第4波はないか。でもそういうの来たら困るから、真剣にみんな取り組んでほしいな。僕たちも頑張ってますよ、マスクして。さあ、ここでライブ情報なんですけど、6月の20日、来週ですね、もう土曜日、レストランジャムという千葉にある、レストランで演奏させていただきます。このお店ね、俺ね、もうね、何十年も通ってるね、もう20年、30年近いぐらい通ってるお店でして、いいお店なんだよ。昔はね、夕方5時から朝の5時までブルースセッションやってたところでね、すごい暑かったね。悪い演奏にはなんか物飛んできたし、ヤジも飛んできたしね。ああいう場のブルースセッション良かったね。で、良ければいいさ、みんなで盛り上がるし、その場で注意されたら次のセッションの時にみんな
それをこう克服してね、ライブやったライブじゃないやセッションやってたよね、楽しい。なんかこうお互いこう喧嘩とかじゃなくてこうなんつうのこうなんつうのライバル意識を持ってお互い尊敬し合ってねやってたセッションで、素晴らしいセッションでした。ああいうセッションまたあるといいけどね。はい、それで6月の27日が大宮サコズバー埼玉ブルースセッション、こちらはね、司会進行チョーキングが、進行役ね。ピュービーリージ斉藤っていう彼が、司会進行チョーキングブチギレ進行っていうことでねやってますんで、こちらも楽しみにしてください。僕はちょっとゲストで参加しますよ、よろしく。そしてその翌日6月の28日が草加にありますソウルバープーというね、これももう俺ね長いこと通ってる、もうマスターとも仲良しなのかなんだか知りませんけど、まあ、ね、いい友達で、親友で、すごいお世話にもなってる人で、ソウルバープーというお店で私が企画している3ヶ月に一遍ぐらいかな今やってるトワイライトサンデーというね、これはアコースティックのイベントです。アコースティックのセッションあり、アコースティックオープンマイクありのイベントでございます。こちらは参加が2000円、見るのも2000円です。だいたいね2曲ぐらい回しで、参加の方は、オープンマイクやってもらったりしますんでね。で後半はセッションもやったりいろいろやりますんでお願いいたします。さあそんな感じかな、ライブ情報はとりあえず。そうですね、あとライブの変更がありました。こちらお知らせします。8月の10日にね予定しておりました荻窪ルースターでのライブなんですが、レッドホットワゴンズ、こちらがですねちょっとあの都合により、日程がずれました。8月の14日の金曜日、お盆の入りですね、もうねお盆ですね、もう早いねんなこと言ってっと。そう、8月の14日金曜日に荻窪ルースターレッドホットワゴンズのライブが移りました。お願いいたします。8月10日から8月14日にライブが移りました。こちらはルースターですよ、レッドホットワゴンズ、私のバンドですね。ギターとウッドベースとドラムでやってるこのトリオバンド、これねなかなか都内であんまこういうバンドスタイルはないと思うんで、ぜひ聴きにいらしてください。ぜひですよ、ぜひ。その前もねライブありますからね、7月もありますんでよろしくお願いいたします。詳しくは、スパイダーのホームページとかね、あのフェイスブックページとか、そうですね、いろんなとこで確認できると思うんで、お願いいたします。そうそう、待ちに待ったね給付君来ました、うちにもね。なのでこの間朝一でポスト投函してきましたよ。まあ、いつ振り込まれるか分かりませんけども、ありがたいと思います。ありがとうございます。はい、ここでねギター指南道場、まあ、ギター道場ですね、私20年以上やってまして、それの紹介をさせてください。ギター指南道場ウェブバージョンということで、今回からもうね数名生徒さんがいらっしゃるんですけれども、スカイプを利用して今回やってます。ただねすごいスカイプとかそういうのでやって、ウェブでやると機材が必要になるとかいろいろあると思うんですけど、デジタルっぽいけどもアナログ的な感じで私やってますんで、もしご興味のある方は、メールください、メールはですね、office.spider@gmail.com、概要欄に貼っときますんでね、そちらにお問い合わせください、詳しくはそちらでお願いいたします。まあ時間はだいたい40分ぐらいですかね、40分で行いたいと思います。まあブルースを中心に行きたいと思います。支払い方法はですね、クレジットカードを使用してペーパルというシステムで払っていただくようになりますので、その辺はご了承ください、お願いします。さあそろそろねスパイダーズレディオ終わりたいと思いますけども、そうね、この後夏に向かってこれからどんどん良くなっていくことを祈って、ライブ会場で皆様とお会いできることを希望します。はい、8月はですね私のバンドレッドホットワゴンズで大阪、京都、長野、このツアーに出かけますんでね、ぜひ楽しみにしていてください、よろしくお願いいたします。では本日はこの辺で、皆さんさようなら、さようなら、さようなら、もういいか。